こんにちは、高橋です。今日は彼女の地元を案内してもらいながら一緒にぶらり散歩をしてきました。この映像はその日の夕ご飯のものです。前回の動画で僕が抑うつで辛いって言ったんですけど、あの後薬の量を調節してもらってちょっとマシになりました。皆さんご心配ありがとうございました。話は変わるんですけど、皆さんミッフィー知ってますよね。ミッフィーのキャラで生まれつき耳が垂れている、みんなから垂れ耳くんと呼ばれている男の子がいるんですけど、そんな中ミッフィーだけは垂れ耳くんのことを本名のダーンと呼ぼうと提案するんですね。マイノリティな特性を持つ人への対応って本来こうあるべきなんですよね。障害がどうとかじゃなくて、その人自身のことを見ないといけないですよね。なんかこのダーンのお話、すごいマイノリティへの配慮が押し付けがましくなくてすごいいいなって思うんですけど、皆さんどうですか？僕もね、将来誰かと結婚し誰かの旦那になると思うんですけど、でもその時は垂れ耳くんではなくダーンとして扱われたいですね。旦那だけにね、みたいな。なんかね、ほんと僕、彼女といるとチックのこと考えないんですよね。付き合ってから最初の方はあんま見られたくないなとか気にしてたんですけど、今もうほぼないですね。もう完全信用しきってますね。なんていうか、男の人あるあるなんですかね。彼女の前ではすごい少年になれるんですよ。精神年齢下がっちゃうんですよね。こんな感じで僕もよく下手くそなアイソレーションを踊ったりしてますね。僕は本当に自分で言うのはなんですけど、目の前の課題を突破するっていうか、こなす力はあるんですよね。ただその力の方向性をよく間違えるので、なんかよからぬ方向に行ってしまうことも多々あります。だからその方向性を決めてくれる役割の人が近くにいてくれると嬉しいなって思います。で、僕の場合はそれが彼女なのかなっていうふうにも思ってます。っていうか、最近友人に相談したらそういうふうに言われました。だから天才的なアイデアを生み出すスティーブ・ジョブズと、それを形にする相棒のスーパーエンジニアスティーブ・ウォズニアックみたいな感じですよ。いや、そんな大したもんでもないんですけど、なんかそれを薄めに薄めたものが僕たちなのかなみたいな勝手に思ってます。例えば最近もとある出来事が起きて、もう YouTube やめたいなとか僕本気で考えてたんですけど、彼女が私が普通に楽しみにしてるから私のために作ってくれと言われたので、今なんとか YouTube へのモチベーションが戻ってきてます。いや、でもね、本当に僕も YouTube やりたいと思ってたんですけど、やれなくなっちゃってたんで、この変化は本当に大きいなって思います。そんな感じです。自分の身近にそういう大きな存在がいるっていうのはいいですね。リスクを取れる、挑戦できる。僕もいろいろ人生の中で、まだまだやっていきたいこともありますし、これからたくさん実験していきたいと思います。というわけで、今日はこんな取り留めのない Vlog みたいな語りみたいな感じだったんですけど、ご視聴ありがとうございました。また見てねー。